はい、どうも、今回は、ダーリーの、投げからの、各種投げからの置き締めを、ちょっと、解説していこうと思います。解説と言いましても、あまりポジティブな意味で解説ではなくて、ですね、ダーリーの投げからの、置き締めは、サギ飛びがかなり難しくて、ですね、コマン投げなんですが、まあ、これもサギ飛びできるんですが、発生の早い、無敵技を持っているキャラクターに対しては、詐欺飛びするのは難しくて、なかなか、確実に詐欺飛びを重ねることができないんですね。首投げも詐欺飛びできるんですが、発生が早い、無敵技を持っているキャラクターにはかなり難しい。なります。口投げもそうですし、画面端でも、タイミング取るのが難しくて、先飛びするのが、C 投げにしろ D 投げ、コマンド投げにしろかなりみんな難しいですね。ということで、しかもまあリバーサルで無敵技が遅いキャラクターに対しては、中途半端な技になってもいいんでしょうけど、リバーサル無敵技が速いキャラクター、クローネンなどは、あまり、詐欺飛びとか狙っていくのは、良くないかもしれないというか、まあ、できるならやった方がいいんでしょうけど、かなり難しい。毎回しっかり重ねるのが、詐欺飛びするのが難しいので、あんまり詐欺飛び狙って、置き去りするのは、良くないかもしれないですね。なので、まあ、どうするかと言いますと、ダッシュからのしゃがみギア、ダッシュからの投げとか、ダッシュからの焦点ペックとかで、崩していくのがいいと思います。ダッシュでリバーサルに対してリスクを与えるとか、こういう形でリバーサル投げ暴れに対してリスクを与えながらとか、リバーサルに対してコマンド投げとか、まあそういう崩し方をしていった方がいいと思います。以上、ご視聴ありがとうございました。